だから何もなくてごめんな。いや、いい部屋じゃん、マジで。もういい部屋なんだよ。うん。いいとこ見つけたなと思って。すげえな。とか、今考えたら初めて来たな。ああ、そうだな。うん、今、ゆっくりしてたよ。うん。うん。どうしようか、映画でも見るよ、なんか。確かに、映画もありだな。うん。あ、え？うん。あ、どうもどうも。あれ？すいません、お邪魔してます。あ、ゆうじ。あら、あ、ゆうじくんね。え、たかふみ、これ。兄です。あ、お兄ちゃん。たかふみの兄、たけなりです。すいません、ゆうじです。よろしくお願いします。すいません、お邪魔してます。でも、ゆうじ、ちょっと。お兄ちゃんって言っても、うん。ま、双子なんだけどね。は？うん。え？双子。だから、同い年だよね。同い年。全然同い年。大丈夫よ。え、双子？双子。うん。え、マジで？ああ、どうしたの？いや、全然似てねえじゃん。ああ、俺ら、二卵性の双子だから。あ、二卵性なんだ。そう、ちょっと似てないのよ。そうなんだよ。いや、めちゃくちゃ似てないよ。そうか。ちょっとは似るんじゃないの、ああいうの。まあでもやっぱちょっとね、双子だとね、結構困ることいっぱいあるからね、結構、まあだから、俺も街中で、竹森くんって声かけられたことあって、いや、それはないだろ。いや、本当に。いやいや、それって一卵性の人が言われるパターンじゃない？顔似すぎて見分けつかないから。でもあるんだよね。嘘だろ。あと、学校でな、あれ、もう、まあ、双子もちょっとやりがちなんだけど、うん、授業入れ替わって出てみようぜみたいな、うんうん、お互いのクラスチェンジして出てみようぜみたいな、それやったんだけどさ、うん、全然バレない。いや、バレるって。違うやつ来たってなるって。双子得意だな、うん、あれもラッキーだね。全然違うじゃん、だって。で、こいつが保健室行くのよ。その授業で保健室行って、うん、でも俺だって休みたいし保健室行きたいなってなったら、うん、ちょっと次の時間頼むわっつって、うん、休み時間にスッとベッドで入れ替わるんだよ。あのタイミングさえね、そうタイミングさえ、そうタイミングさえうまくいけばなる。先生も滝則くんが帰ったんだ、で新しい生徒来たんだってなってるだけだ。いや全然バレない。いやバレるバレないじゃなくて、滝則くん大丈夫って言われば、うん、え、先生が、そう、先生がだって、こいつの、付き合ってた彼女、うん、こっちが振ってさ、その振られちゃったのよ、彼女が。そうそう、振っちゃってさ、でこいつの顔すっごいタイプで、そいつも珍しいけどな。振られた瞬間に、俺とこ来てるの。こいつ付き合ってんだ、めちゃくちゃエピソード一覧性じゃん。顔かいと思って。いや、それは純粋、いや、顔じゃないんじゃない？だって似てないんだから。単純にその子がもともと滝乃くんのこと好きだったんじゃない？いやでもまあ、サッカー部だったんだけどさ、うん、やっぱディフェンスをどっちついたらいいんだみたいななってたからさ。いや、マーク？その顔が似すぎて。同じやつ2人いるじゃないか。いや、相手がおかしいんかな、じゃあ。こんなに似てないのに。結構よかったよな。あんま、だってその一卵性のさ双子の人がさ、うん、ペアルックするのはなんとなくわかるんだけどさ、ああまあペアルックというか二卵性で大人になってなんで服合わせてんの？合わせてるってかね、合っちゃったんだよね。俺びっくりした、今日初めて会ったから。一緒じゃん、ほとんど。好きなのも一緒なんだよね。そういうとこは合うんだ。合っちゃうんだ。顔が似てないのに。いや、なんで納得いってねえんだよ。似てねえだろ。じゃあ、好きな食べ物とかあんの？好きな食べ物？聞いてなかったわ、そういえば。あ、牛丼。おぉ。ああ、牛丼なんだ。ああ、そう。じゃあ、好きな、女優。好きな女優？うん。綾瀬はるか。おい、うん、双子っぽいな。いや、そうそう、ここで急に双子っぽいな。
何なんだよ。なんか昔から好きやね。そうだな。やっぱそういうテレパシー的なのあるんかな。じゃあ好きな、俳優は。好きな俳優？うん。長瀬智也。長瀬智也。かっこいいよな。あ、まあ、俳優っていう認識なんだね。あ、もう、まあ、俳優だよな。もう、かっこいいよ。いや、まあ、合うんだな。じゃあ、好きな国。国？うん。ああ、ブラジル。え？ブラジルだよな。ああ、ブラジルなんだよ。今会ってなかったな。ああ、ブラジルなんだ。合わせに行ったけどな、今。昔から好きだよ。昔から好き。うん、昔から好きだよ。じゃあ、好きな映画は？キャストアウェイ。いや、今違ったよね。え？谷則くんなんて言った？キャストアウェイ。高見くんは？キャストアウェイ。いや、全然違うこと言ってなかった、今。キャストアウェイ。ちょっと発音良かったの。え？キャストウェイ。キャストウェイ、ちょっと疑いすぎじゃない？いやいや、双子じゃないもんだって、うん、似てねえし。さっきの牛丼とかはなんか双子っぽい感じしたけど、その後全然合ってないからさ。そういうことを言われても俺たちにどうすることもできない。おかしいじゃん、急に喋り方も遅くなってるし、ポーズも急になんだなってよ、ポーズ一緒って。双子だからポーズ一緒って。あ、まあ、なっちゃう。え、まあ、意識はしてない、うん、じゃあもう会うってことね。やっぱ双子だからテレパシーで通じ合ってんだ。うん、じゃあせーので好きなアイドル言ってもらっていい？アイドルだ。うん、いくよ。うん、せーの。みかん。なんて。もう一回いくよ。うん、じゃあ好きなアイドル、せーの。AKB。いやいや、違うじゃん、さっきと言ってんの。B しか言ってねえし、高海に関しては。AKB。いや、谷則君、さっき、みとか、みなんとかって言ってなかった。こんな短時間で変わんないでしょ。みかん？お前、みかんって誰？みかんだな。いや、なんかね。いや、高海に説明して。ん？え、高海、さっき一緒のこと言ったんだよね。みかん。みか？うん、みかん。みかん。なぁ。みかんって何？モノマネタレントさん？うん、みかんっていうアイドルグループ。あんの？そんなの。結構二人とも好きで。ああ、知らんかったな。僕らは入ってんだよ、二人で。疑いすぎ。いや、疑いすぎて、ね、ポーズ合わせるなら合わせろよ。いや、あれ合わせるじゃん。合わせてほしい。もう合わせてほしくなっちゃってる。いやいやいや。もう。しなっちゃってんじゃん。合わせてほしい。合わせるなって。はいはいはい、いや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 。マジで。いや、誰も信用、まだ疑ってるからね。じゃあ、いいって、ここぞとばっかりにやるな。似てねえな。やってほしいってなっちゃってるじゃん、もう。普通の兄弟だとしても似てねえよ。いやいや、それも見て、似てるの、似てるから、それ言いたくないの分かるけど、それもういいから、マジ、もう言われ、言われすぎてるから、こっちは。いやいや、何、同時に喋るみたいなのもやってたじゃん、今もう動きだけに集中してるじゃん。もう全部同時に喋るわけないじゃん。まあね、それそうなんだけど、さっき同時に喋ってたから。質問とかされたらもう同じ答えになっちゃうっていうだけなのよ。ええ嘘だろ、双子じゃないだろ。じゃあおばあちゃんの名前、せーので。どっちのおばあちゃんを言うか分かんないからね。そうなんだよね。父方か母方か。はい、せーの。でもみんな、ね、せーのでいけって言ったよね、今。うん、でも俺は4年。それは4年、はい。4年、4年、4年。いや、後出しじゃん。4年、4年、4年。これ満足？ 4 年と4年、4年。おじいちゃんは？うん、だから、ね、高橋ね。じゃ、せーのでいけよ。別にせーので言わなくて、別にそれは、同じおじいちゃん、おばあちゃんだから。
質問がおかしいのよ。いやいや、父方と、父方と母方のどっちを言うかって言ったよ。だから、もう俺らは父方しかいないから。そうそうそう。いや、それは申し訳ねえけど。そうだから、それがおかしいの。聞いてることは。うん。さっきから合ってるしね。合ってる。何回もやらされて。じゃあ、好きなスポーツメーカーは？え？好きなスポーツメーカーは？スポーツメーカー？せーの。ヨネックス。いやいや、ヨネックスな人いる？テニスもサッカー部だしさ、もっと。ヨネックス好きやん。うん。いや、で、サッカー部だったんでしょ？それでヨネックス。ヨネックスの時。いや、うん、いや、めちゃくちゃ。スパイクもヨネックスだし。いや、うん。で、出れねえよ、多分サッカーの試合。スパイクヨネックスだし。いや、そんなことない。お前がさっきからおかしいよ、ね。ずっと。うん。ずっと質問されてる。同じこと。双子じゃねえだろ。ちょっと怖えな。うん。ちょっと調べよう。ちょっと今日、帰るわ。うん、なんか気持ち悪いわ。うん、またな。じゃあね。もういいわ。え？もうなんか来た。え？うわ、うわ、うわ、うわ！ジェラードンチャンネルだ！押し通る！なんだあいつ！